キプロスは6つの地区に分かれている。それぞれの中心地は同盟の町である。キプロス島のうちファマグスタ地区とリマソール地区に隣接するイギリス領のアクロキリ及びデケリアは除いている。地区の下には基礎自治体が置かれている。ただし、キレニア地区の全域、ファマグスタ地区の大部分、ニコシア地区の北半分とラルナカ地区の一部にあたる地域は 1974年以降キプロス政府の実効支配が及んでいない。1974年までの行政区画地図1974年の分断前の地区及び統計。分断後は現状とは異なるものの、現在でもキプロス政府が使用している。1974年以降の行政区画1974年、トルコ系住民が多い島北部にトルコが侵攻し、 占領した。この占領地は1983年に北、キプロストルコ共和国として、キプロスから独立宣言をしている。また、キプロス及び北キプロスの国境には国際連合によるグリーンラインが設定されており、両者どちらにも属さない地帯となっている。以上の地域は、キプロス政府の統治下にはなく、特に、キレニア地区は事実上消滅するなど、 行政区画に影響が出ている。統計は北キプロス実行支配下を除く。キプロススタティスティカルサービスクラセファクションズディグリーオブアーバナゼーション。キプロス共和国財務省。2019年12月16日閲覧。ディストリクツオブキプロス。statoids.com。2019年12月16日閲覧。abc。 リパブリック・オブ・キプロスシティ・パブヤレーションで2019年12月16日閲覧ありがとうございます。